韓国野球代表チームが東京五輪で日本に敗戦したことで、韓国内では高速投手が集中攻撃を受けている。キム・ギョンムン監督率いる韓国代表は4日、横浜スタジアムで行われた2020東京オリンピック準決勝で2敗5で敗れた。問題となったのは、2-2 の同点で迎えた8回1死1塁の場面。近藤健介外野手の打球が1塁前へのゴロとなった。併殺でチェンジと思われたが、1塁カバーに入った小投手がベースを踏み損ない、近藤は1塁へ。その後、日本は満塁となり大量得点につながった。試合後、様々な野球コミュニティサイトでは高速への長老と非難が続いた。誰でも情報を修正できるオープン百科事典サイトナムウィキには高速の紹介文をめぐり、修正争いが勃発。数人の野球ファンが名前や所属チームの代わりに反民族行為者、朝鮮総督不総督などと修正した。また高速が足で一塁ベースを探った空振りを狙って行為芸術者、タップダンスと修正したネットユーザーもいた。現在はすべて復旧している。